はい、今回の内容はもともとブログの方で記事として書いていたんですけれども、とてもアクセスがすごく多かったので、あの YouTube の方でも動画にしてアップしようと思って、今から動画を作ります。で、内容は、ここに書いてある通り、なぜ歌が下手な人に肩こりが多いのかということなんですけれども、その対処法をも含めて今から説明したいのですが、ボイトレに通う方でもう肩こりに悩んでいるっていう人がとても多くてですね、でその対処法っていうのをその時の生徒さんに配るために、動画にしていろいろ撮影とかしたり図解をしたりしてっていう風にしたのをまとめてお渡ししていたら、とても評判が良かったの でそれをDVD にして販売をしてみたんですね。そしたらもう驚くほど売れてしまって、こちらがものすごく驚いたっていうことがあるんですけれども、声を改善したい、歌が上手くなりたいっていう方で肩こり、首こり、そして冷えに悩んでるっていう人が非常に多くいらっしゃいますよね。で、その動画の DVD を今も販売しているんだったら、宣伝もしたいところなんですけれども、現在は販売をしていないので、今すぐできるその解消のポイントっていうものを説明したいと思います。で、それはとても簡単です。思い切り笑顔を作るということ。で、この時わざとでいいです。無理やりでいいですから、こう笑顔を作るんですね。ただしその際に力んではダメなんですよ。時々こう笑顔にしてもこうくしゃっていう感じでこうニュッてこう顔やらんこうなんていうかな、いろんな体のいろんなところにこう力を入れてニューっていう感じで笑顔を作る人いるんですけど、そういうんじゃなくて、せめてこう心の中でこう楽しいことを考える、想像してこうムーンってこう思いっきりわざとらしいぐらいにこう笑顔を作っていく。で、そして深呼吸ですね。大きく体じゃない、顔の筋肉を使ってこう笑顔のようにこうぐーっと引き上げて緩んで伸びて、そうして深呼吸、これを繰り返すっていうだけで相当肩こりが楽になりますよ。これまで習いに来てくれた方たち、たくさんの方にこう教えてきましたけれども、まず聞きますね、うまくいけば。ただしやっぱりポイントがあって、普段から凝る人っていうのはどうしても日常の上でこう力みやすいとか頑張りやすいっていう傾向が強いんですね。あとはこうついやりすぎてしまうっていう方がとても多いんですね。そういう状態だとリラックスがない、それだとさっきの動作をしたとしても効果が出ません。あとですね、効果が出にくいタイプとして本人は自覚してなかったりすることが多いんですけれども、笑い声が甲高い人、それから笑った時にうるさいって言われてしまうような人、こういうタイプっていうのは自分では力んでいるっていう自覚がないんですけど、実際には相当力んでいたりするんですね。で、そういう方の歌っていうのは本人はもう歌が大好きだけども思いっきり喉発声になってるんですね。だけどもこう自分本人としてはもう大きな声も出せるし、カラオケ行けばもう80点ぐらいは楽々取れるし、もうだからそういう状態なんで、腹式とか基礎が自分ではできていると思い込んでしまっている、もうこの自分ができてないわけないでしょうみたいな、そういうタイプの方っていうことがあるんですけど、そういう方は例えば仮に肺活量が多かったとしても、実際には視空量っていうんですけど、肺活量っていうのは例えば空気の入れられるこう器として、例えばペットボトルで例えると500ミリ入りのペットボトル、1リットル入りのペットボトル、ね、まあ、要するに器の大きさが違いますよね。だけども実際の呼吸では、例えば仮に500ミリリットルのペットボトルを思い浮かべていただいて、入れ物の器としては 500ml 入るんだけども、毎回の呼吸の時に全部を入れ替えるわけではないんですよ。吸っても吐いてもこうずっと体内に残っている空気っていうのがあって、まあ、それを視空量っていうんですけども、仮に肺活量、器自体は大きかったとしても、吸っても吐いてもそのやり取りをしている時にほとんど使っていないみたいな、そういうタイプっていうのがいるんですね。で、そういう人の特徴としてロングトーンが伸びない、
またはこうブワーって張る感じじゃなくて、あーみたいにこう無呼吸発声でロングトーンができてるとか、そういう風なタイプっていうのは力んでしまってるんですね、自覚がなかったとしても。でこういうタイプの方っていうのは残念ながら対処法っていうのはないんですよ。ただもう普段から自覚がある、肩が凝りやすい、首が凝ってるな、あとは冷え体質だなって、そういう自覚がある人ならば、先ほど言った方法ですけれども、こうわざと思いっきりな笑顔、こうむにーぎゅーじゃないですよ、力むんじゃなくてむにーってこう顔の表情を思いっきり使って、そして大きく万歳をしてください。両腕を思いっきり天井に伸びるようにして、背中も伸ばして、そうした状態で大きく深い深呼吸っていう、これを日に数回繰り返すだけで全身の血行も良くなりますし、もう筋肉のこう柔軟さっていうのも取り戻せるようになっていきますから、かなり凝りの改善っていう風になっていくと同時に、歌声もこう伸びやかになるんですね。こういう詰めた感じとか、こうギーってこう歌った時にもう力んでしまうって、そういうんじゃなく、とても伸びやかで、そして響きのある歌声にも変わっていきますんで、ぜひこう大きな笑顔、そして万歳をしながら体を大きく伸ばしていって、深い呼吸、これをねぜひ日に数度っていうことで試してみると、肩こり、首こり、冷えもだいぶ楽になって、同時に歌声も非常に良くなるっていう風なこう改善が期待できますんで、まあ、よろしかったらぜひ試してみてください。ありがとうございました。お気に入り登録よろしくお願いします。 PC の方はこちらから、スマートフォン、タブレットの方は動画の下、チャンネル登録をクリックしてください。